こんにちは、横道それ太郎です。さあ始まりました、ハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきます。皆さんご無沙汰しております、横道それ太郎です。今回はですね、いきなり取り扱う作家というのを発表していきたいんですが、アーネスト・ヘミングウェイの我らの時代、男だけの世界というですね、短編集を扱っていきたいと思います。今回はハードボイルドの歴史というだけじゃなくて、アメリカの文学史においても重要な作家であるアーネスト・ヘミングウェイというのを、扱っていこうということで、なぜここまでこう収録に間が空いてしまったかというとですね、そのプレッシャーがあったということですよね。やっぱりですね、そのハードボイルド読者だけじゃなくて、これは普通の文学好きというのも、ヘミングウェイの作品というのは日本でも非常に今でも人気があってたくさん読まれているので、そもそも僕はあんまりヘミングウェイを今まで読んだことがないので、ちょっといろいろ調べたりとかしなくちゃいけないなというので、ちょっと時間がかかってしまったということなんですね。なんですけども、今回ちょっとその調査の、成果というのを生かすことができるかというと微妙なところなんですが、いつも通りですね、ハードボイルド的な視点で、そのジャンル的な視点でヘミングウェイの作品というのはどうなのかというところを扱っていけたらいいなと思っています。あとはですね、ヘミングウェイは実際日本のハードボイルド作家ですね、北方謙三さんなんかも、風待ちの港でとかっていうエッセイ集でヘミングウェイが非常に好きで、特に2つの心臓の大きな川というですね、この今回扱う短編集の中にも入っている作品ですね、その短編が好きだっていうようなこともおっしゃっているので、実際多くの作家に影響を及ぼしているわけなので、そういったハードボイルドの歴史との絡みっていうことについてもですね、扱っていけたらいいかなと思います。で、まずは作品の概要なんですけども、我らの時代男だけの世界という、今回はですね、新潮文庫のヘミングウェイ全短編第1巻というところの中から、2つの短編集というのを取り上げていきたいと思います。我らの時代はですね、1925年に、書かれたものでして、男だけの世界が1927年ということで、その2年後に編纂された、2つとも短編集になっています。我らの時代の方はですね、すでにこう、両方ともこの短編集というのはパリ時代ですね、1921年から28年の間、ヘミングウェイというのはパリにいたんですけども、その間に書いた短編というのをまとめたものになっています。我らの時代は、すでに書いていたですね、短編とスケッチ集というのを一緒にして一冊の本にまとめたっていうですね、解説の高見博さんは、ある種苦肉の策みたいなこともおっしゃってましたけど、その短編集として一気に出すだけの、量っていうのがなかったので、それまでに書いていたものも、まとめて一冊の本の体裁にしたということですね。そういう事情もあったらしいんですけど、短編と短編の間に、一つの短いスケッチのようなものが、挟まっているというような特殊な形式になっているのがこの短編集ですね。で、その2年後に出た男だけの世界っていうのは、こっちはもうちょっと普通の短編集になっていて、いろいろな主題の作品が一冊にまとまっていると。で、本人はですね、この新潮文庫版の解説の485ページにも書いてあるんですけど、ここに収めた作品には女性的な要素が希薄だからということで、Men Without Woman というですね、男だけの世界という翻訳になっていますけども、このタイトルにつけたということになっているようですね。で、実際我らの時代の方にはですね、女性主人公というか女性視点のものっていうのが入っているんですけども、いくつか男だけの世界は、一作品もですね、女性視点のものがないんですよね。事実上女性同士の会話がメインなんだけど、それを男性視点で見ているみたいな短編はあるんですけども、視点人物が女性っていうものは一作もないという感じになっています。で、まずはですね、やはりアーネスト・ヘミングウェイという作家がそもそもどういう人なのかというのを扱わないとちょっとさすがにあれだろうということで、今回はアンチョコを用意しました。僕が大好きなですね、諏訪部浩一さんというアメリカ文学者の方がいてですね、この人はノワール文学講義っていう非常に素晴らしいノワール文学についてのですね、研究書も書かれているんですけども、その方が書かれたアメリカ文学入門と書かれたっていうか、責任編集なんですかね、いろんな、研究者の人が、書いているという文学研究書がありまして、この中から、ヘミングウェイの項目というのをですね、ちょっと長めに引用させていただこうかなと思います。130ページから131ページの間からちょっと引用したいと思います。アーネスト・ヘミングウェイ、革新的文体と氷山理論。イリノイ州オークパーク生まれ、
高校卒業後、見習い新聞記者を経て、第一次世界大戦で赤十字の救急車の運転手となり、イタリアで重傷を負う。戦後、シャーウッド・アンダソンと知り合い、彼の紹介により、パリでガートルード・スタイン、ウズラ・パウンド、ジェームズ・ジョイスらと交流して、モダニズム文学の洗礼を受ける。ニック・アダムズというヘミングウェイの分身のような人物のイニシエーションを扱う短編集、我らの時代に、大戦後のパリをさすらう若きアメリカ人の故国喪失者たち、いわゆるロストジェネレーションを描いた長編「日はまた昇る」で一躍世に認められ、さらに大戦中の自らの恋愛に財を取った「武器をさらば」で作家の地位を確立した。一種の闘病解説書である「午後の詩」および自らのサファリ体験を題材にした「アフリカの緑の丘」を発表した後、自らが反ファシズムの立場で救援活動をしたスペイン内戦を舞台とする他がために金はなるで大きな商業的成功を収める。その後、川を渡って下地の中へでは不評を買うが、年老いた漁師と巨大なマカジキの死闘を描く自作老人と海によってピューリッツァー賞とノーベル賞に輝く。しかしながら身体的病と精神的疾患に苦しんだ後、1961年に猟銃自殺を遂げた。死後に出版された未完の小説「エデンの園」により、ヘミングウェイの複雑なセクシュアリティとジェンダーが明らかになったが、生前の彼はアフリカでの狩猟、スペイン内戦における活動、第二次世界大戦中の従軍取材、キューバ沖でのマカジキ釣りなどによってもっぱら英雄的なタフガイとみなされていた。時としてそのようなヘミングウェイ自身の男らしい行動はハードボイルドと呼ばれ、彼の文体もハードボイルドと称される。ということで、ちょっと注略します。午後の詩において、ヘミングウェイは優れた小説を8分の7が水面下にある氷山に例え、あえて全て書かない切り詰めた表現を称揚しているが、彼の簡潔な文体はこの氷山理論の一つの実践だと言える。ハードボイルドな文体と氷山理論は日はまた昇る、本作にハードボイルドという言葉が登場、武器をさらば、他がために金はなるといった長編や、大きな2つの心臓のある川、清潔で明るい場所、キリマンジャロの雪などの短編を含むヘミングウェイの代表作の基盤をなすものである。ヘミングウェイが同時代の作家ダシール・ハメットを筆頭とするハードボイルド探偵小説に影響を与えたとは言えないであろうが、彼の革新的な文体がレイモンド・カーバーやチャールズ・ブゴースキーなど多くの純文学系の作家に引き継がれていることは間違いない。ということで、だいぶ長くなってしまいましたけど、まあこれがヘミングウェイの項目についての、引用になります。まあいろいろ重要な要素があるんですけども、この番組的に重要なのはですね、ハードボイルドとの絡みじゃないですかね。まあ彼の生き方とかですね、彼の文体もハードボイルドと称されるっていうようなことが書いてあって、まあ実際ヘミングウェイっていう言葉で論文とかを検索すると、まあハードボイルドっていう言葉がですね、彼の文体についてのこう形容詞として、まあ、代名詞的な感じで書かれているんですよね。まあ、そこら辺、そもそもなぜハードボイルドっていう言葉が彼について語られたのかっていう謎があるんですけども、まあその辺についてはですね、この後にちょっと喋りたいと思います。ただ実際のところ、そのどこまでハードボイルドと彼の、まあ、ヘミングウェイの小説っていうのが影響関係があるのかっていうのは分かっていなくて、まあこの項目の中でもハードボイルド探偵小説に影響を与えたとは言えないであろうがっていうふうに、まあ留保されていて、直接的影響関係があるわけではないんじゃないのっていうような立場で書かれているわけですね。はい、ということで、まあ従軍経験があったりとか、ここには書いてない、赤ちょっと書いてありますけど、新聞記者だった時代があったりとかっていうことで、まあ非常にそこで鍛えられたっていうこともあって、簡潔な文体っていうのをまあ武器にしている、そういう作家だっていうことですね。では次にですね、まあ、今回はちょっとざっくりした感想に入る前に、ハードボイルドとの関係性っていうことについてちょっと軽く触れておきたいと思います。まあ、さっきの諏訪部浩一さんのアメリカ文学入門でもですね、若干ハードボイルドについて触れてますけども、じゃあなんでそもそもヘミングウェイとハードボイルドっていうのが、まあ、関係なさそうなのに、そのハードボイルドっていう形容詞が彼について使われるようになったのかっていう経緯なんですけども、実はこの辺ってあんまり研究所でも触れられてないんですよね。なんですけど、ハードボイルドの翻訳者としても研究者としてもですね、非常にこうビッグネームである小高信光さんですね、この番組でもまあいろいろと言及してますけども、彼が私のハードボイルド、固いゆで卵の戦後史というですね、まあ日本のハードボイルド需要史みたいな本でありつつ、個人的な伝記でもあるっていう非常に面白い本を書かれているんですが、
その中にですね、文芸用語としてのハードボイルドの発生と推移っていう、まあ、一種の論文のようなものがついていて、どうして、どのようにして文芸用語としてハードボイルドっていう言葉が使われ始めて定着していったのかっていうのを、まあ、具体的な事例も交えてこうじっくり追っていくというような論文がついていて、非常に優れた論文ですね。これは英語論文でもこれほどですね、具体的にハードボイルドっていう文芸用語の定着っていうのが書かれたものっていうのはそうそうお目にかかれないので、ぜひですね、ハードボイルドっていう言葉がなんでそもそもジャンル用語として定着していったのか、あるいはどのように定着していったのかっていうことに興味がある方はですね、この論文を読んでいただきたいなと思います。で、今回は、まあ、この論文から教わることっていうのは非常に多いんですけども、ヘミングウェイ絡みですね。じゃあヘミングウェイっていうのがどういう流れでハードボイルドっていう言葉でこう言及されていったのかっていうことに限って、ちょっと触れたいと思うんですけども、まあ、先に結論から言ってしまうとですね、作家同士がヘミングウェイ本人だったり、まあ、ハメットだったりっていう作家同士が、ヘミングウェイはハードボイルド文学であるみたいなことを言った形跡は、まあ、どうやらないらしいんですよね。ただしですね、そのダシール・ハメットについての書評だったりっていう中でヘミングウェイの文体っていうのが主に比較されて、まあ、彼をそのハードボイルドっていう文脈で扱うっていうことが非常に多かったようです。ここに引用されている、まあ、言葉を見るとそういう使われ方が多くなされています。まあ、主に文体面ですよね。その、まあ、主観を抑えた客観的な文体、そしてセリフのこう生々しさ、そういったレベルでのその比較というのがなされていて、まあ、ヘミングウェイをハードボイルドのその文脈に、まあ、招き入れているというような文章が多いと思います。なので、まあ、ここでもですね、やはり直接的に本人同士がこう影響関係を与えたかどうかっていうのは、まあ、わかんないんですけども、自然とですね、書評家とか批評家が、まあ、ヘミングウェイとハードボイルドっていう比較する中で、その2つの言葉っていうのは距離が縮まっていってですね、代名詞的に使われるようになっていったのかなというようなことが、まあ、ここからは推測ですけれどもわかるという感じになっています。じゃあ1個だけですね、実際にじゃあヘミングウェイがどういう文脈で出てきたのかっていうのを、引用したいと思うんですけども、これがハードボイルドっていう言葉が、まあ、文芸用語として、用いられた初めての言説ということで、引用されているんですけども、社会史を専門とする評論家ハーバート・アズベリーが、高級文芸誌ブックマンの1929年3月号で、ダシール・ハメットの赤い収穫について批評した文章の中で、まあ、ハードボイルドっていう言葉が初めて使われるらしいんですけども、そこで同時にヘミングウェイっていう言葉も使われてるんですよね。じゃあちょっとこの387ページの中から引用してみたいと思います。そのハーバート・アズベリーの言葉ですね。殺し屋とギャングたちのこの異常な物語を彩る効果的なセリフ回しは、たとえアーネスト・ヘミングウェイでも太刀打ちできるかどうか疑わしい。本書の著書は文学的な気取りや余計な飾り物を排除した驚くほど長命で簡潔な文体を披露し、あたかも機関銃のごとき機敏さと破壊力を備えた物語の中を叱咤する登場人物たちは暗黒街のキビキビとしたハードボイルドな言葉を口にする、うんぬんかんぬんだって。ヘミングウェイでも効果的なセリフ回しに太刀打ちできるかどうか疑わしいみたいな感じで、まあ、案にですね、ヘミングウェイもそういう、まあ、生々しいセリフ回しっていうのを使ってるんだけども、それ以上にハメットはすごいよっていうような文脈でヘミングウェイの言葉が使われているって感じですね。こういう感じでヘミングウェイと、まあ、ハードボイルドっていうのが、まあ、比較され続けることによって、だんだんヘミングウェイ自身がハードボイルドっていうことになっていったというような歴史がおそらくあるんだと思います。まあ、なので現代のですね、我々が考えるよりもハードボイルドとヘミングウェイっていうのは、まあ、直接的関係性はまあおそらくないのであろうということが言えると思いますね。ただですね、まあ、無理やり彼とヘミングウェイとハードボイルドっていうのをまあ比較するなら、一番共通点があるとしたらコードヒーローっていう、まあ、ヘミングウェイのキャラクターの、まあ、ある類型っていうのをそういう言葉で言うんですけど、これはまあ新潮文庫版の方の488ページから、まあ、解説者の方もコードヒーローっていう言葉を使ってるんですが、これはですね、コードっていうのは要するにその個人的な心情のことで自分の信念のことですけども、それに従って行動する、まあ、あるタイプの
ヘミングウェイのキャラクターっていうのはハードボイルドヒーローの、まあ、一つのパターンに通じるようなところがあると思うので、まあ、そこに対する影響があるかどうか分かんないですけど、まあ、そこぐらいですかね、共通点といえば。例えばミッキー・スプレインの描く探偵なんていうのは、まあ、ビジランテ型の探偵で、その誰かに依頼されたとかっていうよりも、まあ、自分の復讐のために犯人を追うみたいな、そのためにはその個人的な動機のためには自分の命を失うことも恐れないみたいな、そういう、まあ、無効率な主人公っていうのが、あの時々ハードボイルドには出てきますけども、そういったタイプの主人公っていうのはヘミングウェイがですね、5万ドルとか破れざる者といった短編で描いたようなですね、何でしょうね、信じるものというか、自分の生き方のためには、まあ、命を顧みないみたいな、そういう無効密な男たちというのに、まあ、非常に近い部分はあるかなと思います。ちょっと長くなってしまいましたけども、まあ、まとめるとですね、まあ、時代的にハードボイルドの近くにいたんですよね、アーネスト・ヘミングウェイっていうのは。そのことによってイメージ的にハードボイルド作家ですね、ダシール・ハメットとかレイモンド・チャンドラーとひとまとめにされた、そういう面があるんだと思います。ですがですね、まあ、今回ハードボイルドという文脈でヘミングウェイを語ろうかなという、そういう目論みでヘミングウェイのその短編を読んでみたんですけども、どちらかというと共通点というよりは相違点の方が大きいなというのが、まあ率直な印象ですね。ハードボイルドっていう言葉では捉えきれないような個人的なその世界の広がりというのを持っているというのが、まあこのヘミングウェイだと思います。どちらかといえば、まあ後のヘミングウェイの影響下にあるチャールズ・ブコースキーなどのその都会派の作家ですね、そういった作家の方がハードボイルドとの接点は大きいかなという気がしますね。ちなみにチャールズ・ブコースキーはパルプっていう小説の中で、まあ、まさにパルプフィクションですね、ハードボイルドだったり SF 小説だったりっていう、まあ、パルプフィクションのオマージュというかパロディみたいな作品も書いているので、まあ、実際ハードボイルド小説を読んでそれに影響を受けた作品も書いているということで、まあ、無関係ではない作家だと言えると思います。ということで、まあ、ハードボイルドとヘミングウェイっていうものの絡みっていうのは、まあ詳しくはですね、小高信光さんの論文を読んでもらうことにして、では今回実際扱う我らの時代男だけの世界の、感想の方に入っていきたいと思います。そうですね、この短編集なんですけども、まあ、ヘミングウェイというと僕の中でもやっぱり男らしさの代表選手みたいなイメージっていうのが勝手についてたんですけども、まあ、特に前半に入っている我らの時代の方はニック・アダムズっていうですね、まあ、分身的な存在と、作者の分身的な存在と言われるんですけども、まあ、彼が主人公の物語に関して結構センチメンタルなんですよね。で、恋愛が主題のものも多くて、割とセリフもこう、なんでしょうね、恨み節というか、ちょっとなんかまあ普通に青春ものだなっていう若々しい印象があって、想像していたよりもその男臭くない世界だなっていうのが、まあ率直な印象ですね。まあ、むしろそのちょっと現代的な視点で見るとウェットなぐらいだなっていう風に見える短編も含まれてましたね。なんですけども、まあその扱われているその題材というか、そういう作品世界としてはボクシングだったりスキーだったりキャンプだったり闘牛だったり、競馬だったり釣りだったり、まあ、未だにその男性の趣味と連想的に結びつきがちな題材っていうのが多くて、まあ、そういう意味では男臭い主題っていうのをまあ扱った男の世界っていうのを描いた、そういうまあ短編集であるっていう言い方もできるとは思うんですけど、まあ、タッチとしてはですね、意外とウェットなものもあるよっていうのが、まあ第一印象でしたね。で、まあ、実際ハードボイルドの絡みとの中では文体っていうのが触れられることが多いんですけども、文体的にはですね、じゃあどうだったかっていうと、まあ、前半は割とその描写中心の重厚な文体で、後半ですね、男だけの世界の方の、短編集の方に移ると割とタイトで軽めの現代ハードボイルドっぽい文体に移っていく、まあ、セリフ劇中心の世界に移っていくって言った方がいいかもしれないですけども、ちょっと前半と後半でだいぶ文体が違うんだなというのが、まあ、印象としてはありましたね。でさっきも言ったんですけど、文体面ではまあ確かにその自分の心理描写だったりっていうのを抑えたっていう意味では確かに接点もあるんですけど、ハードボイルド的世界そのものではないなというのがまあ率直な印象ですね。っていうのはその田舎が舞台のものが多いんですよね、ヘミングウェイのこの短編集に関しては。
やっぱりハードボイルドっていうのは、まあ、田舎が舞台のものっていうのもありますけど、基本は都会派小説なのかなっていう気もしているので、まあ、都会における人間のその孤独っていうのを主眼に据えた小説っていう面が、まあ、僕の中での定義では大きいかなという気が最近はしているので、まあ、そういう意味ではちょっと違うかなっていう気がしますね。あとその自然との距離の近さというか、まあ、非常にこう2つの心臓の大きな川なんかでは、まあ、1人でいてもですね、非常に大きな充実感を感じているところなんかは、まあ、ハードボイルドのその孤独感みたいなところよりは自然とのその一体感みたいな、そういうものの方がその比重としては大きいので、もう何でしょうね、ハードボイルド小説においては、まあ、あんまりその自然との一体感みたいな主題ってなかなか出てこないというか、まあそもそもその自然みたいなものって出てこないんですよね。ずっと都会、一つの街を舞台にして展開していくっていうパターンが多いので、まあ、そこはちょっとやっぱりヘミングウェイの個人的な世界っていうところが強いかなという印象がありました。で、主題としてはですね、突発的な死、決定的な別れ、老い、人生の無意味さ、それから人生の無意味さに対する無価値観などにまとめられるかなと思います。まあ、つまりはですね、要はその人間には抗いきれない大きなものですね、どうやっても抗えないものっていうものへの様々な反応を短編の形で描いている、そういうパターンが多いのかなというふうに思いましたね。それからまあ作品のベースにある世界観としては、まあ非常に悲観的で冷淡なトーンっていうものが多いと思います。まあ、つまりどう抗いても人間にはその抗いきれないものがあって、それはもう抗えないんだというようなですね、ちょっと定年というか諦めの念みたいなものが流れているのかなという気がしますね。で、その世界観っていうのは、まあ確かにハードボイルドと共通するものなのかもしれないんですけども、まあその同時代に、ほぼ同時代に書かれているので、まあその時代的な空気だったと言えなくもないかもしれないですね。その出口のなさというか救いのなさみたいなところはハードボイルドと、まあ、共通するベースになっている世界観は同じかなという気はしました。で、さっきも触れたんですけども、舞台としては田舎だったり、旅行先、戦場、それからスポーツの舞台っていうのが、まあほとんどで、都会、特にまあ大都会ですね、その都市だけで生活が成立するみたいなものっていうのはもうほぼないです。で、唯一、殺し屋っていう短編集ですね、男だけの世界に入っている、これはですね、ダイナーのようなところが舞台なんですけども、まあ、まあ、ここはなんて街なんだみたいなセリフがあったりとかして、それほどその大きい都会ではない、まあ、むしろバスへの街であるっていう感じがあるので、まあ、大都会を舞台にした、そのハードボイルド的な世界とはまた違うっていう感じですね。まあ、むしろシカゴっていう大都会があって、そこからその外れたちょっと田舎町っていうようなイメージなので、まあこれも田舎町系の舞台の延長線上にある世界かなと思います。まあ、ただしそのタイトルが殺し屋っていう風についているようにですね、実際2人の殺し屋が、まあ、あるダイナーに現れて、まあニック・アダムズがその点、ちょっと、なんでしょうね、トラブルに巻き込まれるみたいな世界で、ややですね、その、この短編集の中ではちょっとフィクション性が強くて映画っぽいと言いますか、まあ、そのノワール的な世界観っていうのが、まあハードボイルドに近いですかね、唯一その題材としては。まあ、実際この殺し屋っていう短編も僕非常に好きだったんですけども、まあ、ハードボイルド的なものとヘミングウェイの接点を求める人なら、まあ、まずこの殺し屋を読んでみて、まあ、味わってみるっていうのがいいかもしれないですね。それから描写に関してなんですけども、まあ、屋外空間だったり、特に自然の描写ですね。それが非常に細かいですね。細かいですが、まあその短文に一つのそのビジョンっていうのを分解して描いているので、しかも動的に描写しているので、まあそれほど読みづらいっていう感じはないのかなと思いますね。長文は非常に少ないんで、少なくて、まあ短い文章でまとめられているという印象があります。それからまあ視線だったり人物の動きに合わせて描写が展開していくパターンが多いので、その何でしょうね、止まっているものを誰の視点ともわからない視点でこう静的にクワイエットに描くっていうパターンは少なくて、まあ誰か人物が歩きながら風景が展開していく様をこう多少なりとも動きを伴いながら描くというパターンが多いと思います。まあ、それから明るさだったり温度だったり視覚ですね、どういう風景が展開しているのか、そういうまあビジュアルな描写が多いかなと思いますね。それを作中人物の体感を通して語るということが多いと思いますね。作中人物には何々が見えたみたいな描写が非常に多いので、
最近の小説だったらその透明な視点人物を通して描写をするみたいなパターンが多いんですけど、結構ヘミングウェイは作中人物の体感をというのをまあ経由してあくまでキャラクターに見えた風景として描写をしているっていうことが多いのかなっていう印象がありましたね。そこはちょっと面白かったですね。あとはその嗅覚の描写っていうのが圧倒的に少ないっていう特徴もあると思います。匂いですね。匂いについての描写ほぼないと思いますね。視覚と体感、触覚ですね、触った感じとか温度とかそういう描写が多いなっていう気がします。あとは短編集っていうところもあるんですけど、始まりと終わりで何か決定的な変化がスパッとあって切れ味がよく終わるものが多いなと思いましたね。で、後で気づいたんですけど、ちょっと中編的にですね、ボリュームあるものに関してはそこまで切れ味が良くなくて、むしろじっくりとですね、まあ主人公とある危機的な状況っていうのの対決っていうのを描いていく、まあつまり何が起こるかっていうのはほぼ分かってるんだけども、どう立ち向かっていくかっていうことですね。その過程の部分に、比重を置いたものが多いっていうことで、割とその短編のボリュームに合わせて展開の仕方を変えてるんじゃないかなっていう印象もありましたね。あとは、まあちょっと長くなってしまいましたけども、視点についてはですね、まあ三人称のものもあれば一人称のものもあるんですけど、基本三人称が多くて、で、まあ三人称一視点かな、まあ一人の人物の背後からカメラが出ないというようなものが多いと思います。まあ、その視点がですね、空間的なそのものなんかの描写だったり、一人の人間の視点ではちょっと不自然というか、描ききれない場合だけは抽象的な誰ともつかない視点になるんですけど、基本はその一人の人物に寄り添っているっていうパターンが多いです。で、その中で微妙にその動きのある人物に視点がふっと映ったりとかっていうこともやっていて、まあ、そこはですね、割と面白い演出の方法だなって思いましたね。ということで、ちょっと長くなってしまったんですけども、ここでですね、具体的に僕がちょっと気に入った短編っていうのをいくつか紹介して、その後にですね、まあ今回ネタバレなしにしようかなと思うんですけども、まあ詳細な感想の方に移っていこうと思います。そうですね、今回は僕的には、まあ我らの時代よりも男だけの世界っていう後半の方に入っている短編集の方で気に入った作品が多かったんですけども、まあ我らの時代で言うとインディアンの村っていう短編、それからある決別、兵士の故郷、まあ、この3つがすごい気に入りましたね。どれも割とその短編的にスパッと切れ味のいい終わり方をするものですね。男だけの世界で言うと、まあ、破れざる者、殺し屋、それから5万ドル、この3つですね。特にまあ破れざる者は、まあ、闘牛士ですね。年老いた闘牛士が、自分の老いと戦いながら、まあ、もう一回一花咲かせようと試合に挑むのだがみたいな、そういうですね、まあ、かつて栄光を極めた男がもう一度戦いに挑むっていうパターンをハリウッド映画のその用語ではカムバックものとかっていう風に言うらしいんですけども、まあ、一種のカムバックストーリーになっていますよね。ただまあハリウッド映画の場合だと、まあ、もう一回なんとか特訓とかして、まあ、かつての栄光を取り戻すというハッピーエンドが多いと思いますけども、まあ、これは結構ですね、苦いエンディングというかですね、まあ、あんまろくなことにならない感じになっています。ヘミングウェイの短編は、まあ、どれもろくなことになんねえなっていうのが多くて、気分が落ち込んでる時にはあんま読まない方がいいかもしれないですね。で、5万ドルの方も破れざるものと、まあ、ほぼ似たような主題なんですけども、こっちはですね、ローボクサーですね。もうすぐ引退するかなしないかなというような年のボクサーが若い、油の乗ったですね、ボクサーと戦う。で、それをですね、トレーナーの男の視点で、ちょっと距離を置いて描いてるよ、というような短編で、なんでしょうね。まあ、これもカムバックものなんですけど、基本僕はカムバックものに弱いので、まあ、ロッキー・ザ・ファイナルとかも、あれですよね、まあ、ロッキーシリーズで、シルベスター・スタローンが主演している、まあ、有名なボクシング映画ですけども、ロッキー・ザ・ファイナルも、年老いた、まあ、ロッキーが、もう一度ですね、現役のチャンピオンにエキシビジョンマッチで挑戦するというようなカムバックストーリーになっているんですけども、まあ、ちょっとそれに近いような枯れた味わいっていうのを感じましたし、ボクシング描写が結構迫真に迫っていて、これも好きでしたね。あと何だろう、ちょっと飛ばしちゃいましたけども、あとそうか、殺し屋ですね。殺し屋は、まあこれはさっきもちらっと言いましたけども、まあ文字通り殺し屋が、とある田舎のダイナーにやってきてしまって、まあある人物を待って暗殺しようとしているという事件に、まあ視点人物が巻き込まれてしまうというような話で、
まあ、誰が視点人物なのかっていうのはちょっと不明確なんですけども、前半がその店の店主で後半がニック・アダムズの方にちょっとふっと視点が映るみたいなところがあって、視点がこうフラフラしてるのが僕はこの小説のちょっと面白いところというか、割と現代の小説はその視点の位置っていうのをビシッと一貫して決めてくださいねっていうのが小説作法としてあって、それができないと割と下手くそみたいに言われるんですけども、まあそれをさりげなくやってますよね、ヘミングは。そんな気にならない範囲でこうシーンごとに、例えばその店の店主の視点だと描けないような場面っていうのはふっと視点を動かしたりとかっていうのをやっていて、まあそこの視点の処理っていうのがうまいなと思いましたね。あとはその殺し屋のなんでしょうね、割とその軽妙な会話感というか、まあ、その辺はなんかタランティーノの、まあ、F ワードがバンバン出てくる軽い会話なんだけど、突然こう噴出するバイオレンス描写みたいな感じはこう結構タランティーノ的な世界にも通じるというかですね、割とフレッシュな印象のある短編で、現代の人が読んでも全然面白いものになってるなと思って、ちょっと異彩放ってますね、この殺し屋は。ちょっと飛ばしちゃったんですけども、ざっと我らの時代の方のその、さっき挙げた3つの短編もあらすじを紹介しますと、インディアンの村はですね、まあこのニック・アダムズものの、まあ、一番ちっちゃい頃の小説なのかな、まあ少年時代のニック・アダムズが自分のお父さんがお医者さんなんですけど、そのお医者さんと一緒にですね、インディアンの村に、まあまさにタイトルにある通りなんですけど、行って、まあ、とある女性がその子供を出産しようとしてるんだけども、2日間かかってもなかなか生まれなかったっていうので、その様子を見に行くっていう話で、まあ、非常に短い短編なんですけども、こうちょっと予想の斜めをいくエンディングがついているというか、非常にこう切れ味がいいですね、エンディングの仕方が。やっぱ短編はエンディングの切れ味が重要かなっていうところがあると思うんで、まあ、その鋭さっていう意味では全然これも現代に通じるものになってますし、こう偶話的にも読めるっていう意味では、非常にこう普遍性がある短編になってます。で、重いですよね、いきなりこれが冒頭に来てるっていう、まあ、かなり重いバッドエンディング的なものになってるんですけど、まあ、バッドエンディング、まあ、見方によってはいいかもしれないですけどもね。で、ある決別の方は、まあ、これはなんだろうな、これどっかのなんか大学の入試問題とかで前見たような気がするんですけど、まあ、有名な短編ですかね。このニック・アダムズが、まあ、ちょっと大人になって、少年というか、まあ、少年と青年の間みたいなヤングアダルト的な年齢になって、まあ、女の子と一緒に夜釣りですねをしているっていうところから始まって、まあ、2人の間に、まあ、関係性にある決定的な変化が訪れるっていうところで終わるんですけども、なんでしょうね、そのただ その恋愛小説にとどまらない普遍性があるというか、ヘミングウェイの小説はどれもそうなんですけど、まあ話だけ切り取ってみると大したことは起きてないかもしれないけれども、何かそれがですね、人生のある、まあ最初も触れましたけども、なんか人間には抗えない大きな力みたいなものをこう暗示しているようなですね、そういう偶話性みたいなものを感じるんですよね。まあ結局それがその主観を排した文体ですよね。それによってこう物語に距離が生まれるので、何かこう遠くで起こっている物語を遠くから読者が見ているみたいな、そういう距離感が生まれて、それによってですね、まあ、何か二人の物語に共感するというよりは、その物語を見てこうじっくりですね、立ち止まって考えさせられるみたいな、そういう距離感が留保されてるんですよね。まあ後で詳しく言いますけども、その辺がですね、ヘミングウェイの小説にこう偶話性を与える、そういう工夫になってるのかなって気がします。で、もう一つ何でしたっけ、兵士の故郷か。我らの時代の中では僕はこの兵士の故郷が一番好きなんですけども、これはですね、ダメ男文学の、まあ一つの系譜っていうのがあると思うんですけど、さっきも言いましたけど、チャールズ・ブコースキーっていうのが、割と、なんでしょうね、働いてんだけど、まあ仕事コロコロ変えたりとか、お酒飲んだり、ギャンブルやったりっていうですね、まあ本当ダメ男なんですよね。都会に住んでるダメ男っていうのを、まあ非常にかっこいい文体で描いた。そういう、まあ僕も大好きなんですけども、そういう小説が多くて、まあその世界観に通じるようなですか、まあそれの原型的なですね、そのビジョンっていうのがこの短編に出てるかなっていう気がしましたね。まあ日本でもダメ男小説ってたくさんあると思うんですけども、ヘミングウェイにおけるダメ男小説のこれは結構傑作の一つかなって気がします。どういう話かというと、まあ戦争帰りの一人の青年がですね、アメリカの故郷に
帰ってきているというところから始まって、まあ仕事にもつかずに、まあ毎日ブラブラしていて、お母さんとか妹とかっていうのは優しく接してくれて、まあまだ彼を英雄扱いしてくれるんだけども、まあ、うすうすですね、そろそろあれ、こいつ何にもしてないよなっていう感じで、ふらふらしてるだけなのがバレ始めてるんですよね。っていうので、まあ物語の、まあ中盤から後半ぐらいにかけて、そのあたりのところでお母さんにちょっとそろそろ仕事を見つけたらどうみたいな感じで言われちゃうっていうですね。まあ本当にダメ男小説ですよね。それだけ聞くと。でもですね、この元兵士の男の子っていうか、まあ青年っていうのが抱えている、なんでしょうね、その戦場にはあったけど、この故郷にはない何か。それからまあ戦場にはなくて、この故郷には当然のようにある何かっていうものに非常にこう悩まされていて、何も信じれなくなっているんですけども、まあその無価値感というか無意味感みたいなものを、まあこの兵士、元兵士の男っていうのは突きつけられて、何も行動することができなくなっている、こう希望を失っているという状態なんですけども、そのなんか人生の根本的な無価値観みたいなものに囚われてしまった感じっていうのは、何かその、まあ、単にこいつがダメな男っていうだけじゃなくて、何か人生の普遍的な、確かに人生にはそういうこう、あれ何にも無意味なんじゃないのかなってこう、ふと感じられてしまう瞬間っていうのはあると思うんですけども、恐ろしいけれども強烈に魅力のある短編になっていますね。ここら辺はですね、ダシール・ハメットとマルタの鷹のその、相話、まあある男がこう、ビルの墜落事故っていうのを目撃してしまって、簡単に自分の人生を捨ててしまったみたいな、そういうエピソードが、そしてまた再び普通の人生に戻っていった、また別の女性と結婚してみたいなオチがついていて、そこもまた恐ろしいんですけども、まああれに通じるその不条理感というか、この人生っていうのはまあ究極のところ無価値なんじゃないかみたいな、そういうことにまあ気づいてしまった男のまあその悲しみみたいなものが非常にこう深く、しかもスマートにえぐり取られていて、そこが僕は好きなところですね。このお母さんが、まあ、私のことを愛してないのっていうふうに息子に聞いた時の、その息子の、まあ、主人公ですけどね、その主人公のこう回答っていうのが、もう、スパーンと切れ味が良くてですね、もしかして何かこう、まあそうだよなっていうふうにこう、共感させられてしまうというか、そういう非常にもうダークな共感っていうのを誘う、そういう素晴らしい短編になってると思うので、兵士の故郷はですね、まあ今回ネタバレしないですけども、ぜひ読んでほしいなと思いますね。そうですね、まあ、全体を通してでも僕は5万ドルも好きだし、殺し屋も好きだけど、兵士の故郷がもしかしたら一番好きかもしれないですね。ハードボイルド的な世界ではないですけども、このなんかその不条理感っていうのはやっぱりダシール・ハメットが描くその無常感みたいなものにも通じてますし、一番こう実はダークな世界を描いているんじゃないかなという気がします。まあ、作品の表面的な雰囲気としては結構楽しそうにやってて、なんとなく牧歌的な感じもするし、こう村上春樹さんの文体みたいな感じもするんだけど、実はその根底に流れている絶望感みたいなものは、殺し屋だったりコマンドルに引けを取らない、こう、深さというか、深度を持っている短編だと思いますね。はい。それではなんか今回ペース感がちょっとよくわかんなくなってるんですけども、詳細な感想の方に入っていきたいと思います。そうですね。今回は、まあ、ヘミングウェイの短編のその、まあ、独自性みたいなところにスポットを当てていきたいと思うんですけども、主題と視点っていう二つの、要素に分けて語っていきたいと思います。まあ視点というか文体というか、そっちと文体と主題っていう、まあ二つの側面ですね。で、まず主題に関してなんですけども、先ほども言いましたけど、抗えないものっていうものが、まあ共通する主題として現れていると思います。すごくざっくりまとめてしまうと。それがまあ突発的な死とか別れとか老いとかっていう様々な形をとって現れて、それにキャラクターが直面するっていう形式で描かれてます。このキャラクターがその急に立ち現れてきた抗えないものに対してどのようなリアクションを取るか、それによって3つのパターンに分類することができると思います。まあ、この2つの短編集の場合はですけど、1が諦める、まあ、甘んじて受け入れるってパターンですね。これはまあある決別だったり、兵士の故郷だったり、殺し屋だったりっていうのがまあ具体的にそのパターンだと思います。要は、まあ兵士の故郷であれば、何かこう自分の故郷にいた頃は信じていたものっていうのが戦場を通
経由してまた故郷に帰ってきたら全く信じられなくなってしまった。そのことをまあこうとっくの昔に主人公は諦めてるというか、まあ諦めてる動作を通して諦めてないのかもしれないですけども、まあ諦めざるを得なくなるみたいなエンディングになっています。ある決別もそうですね。その男女のまあその関係性の変化っていうものを、まあそういうものに向き合いたくないんだけれども、やっぱどっかで向き合わなくちゃいけないんだよなっていうところでこう結構諦める、まあ、その関係性の変化を受け入れるっていうような、あの、まあ、受け入れざるを得ないみたいなトーンで描かれてます。殺し屋もですね、まあ、ちょっとこれはネタバレになるので伏せますけども、まあ、その後半でニック・アダムズがまあ、 ある行動を取るんですけども、まあ、ちょっとろくなことにならないというか、がっかりした展開になるんですけども、そんなもんかみたいなね、人生ってそんなもんかみたいな感じでニックがこう諦めるみたいな展開になるんですけども、まあ、そういうこの丸一のその諦めパターンっていうのが一番多いかもしれないですね。その最初から諦めてるとか、最後諦めてるとか。人生にはこう抗えないどうしようもないものがあって、それに関しては本当にどうしようもないと、どう対処しようとしても、まあそれは変えられないんだっていう、非常にその冷淡なトーンっていうのが前提的な世界観として多分あると思います。それから二つ目のパターンがこう拒絶するっていうパターンで、つまり抗えないものっていうのが目の前にいて、それに抗う、あえて抗ってみる、戦ってみるっていうパターンですね。これが破れざる者と5万ドルですね。まあ2つも偶然というべきか、その老いっていうテーマがあるんですけども、老いに対して戦いを挑むんですよね、主人公の男たちっていうのが。なんですけども、戦ったところでみたいな、その割とシニカルなエンディングになっているので、まあその戦って勝利するみたいなことではないんですよね。勝利はできないっていうのは最初から分かってるんだけども、あえて拒絶してみるっていう態度が、まあ、この2つ目のパターンで、まあ、これが一番ハードボイルドヒーロー型っぽいですよね。ハードボイルドのヒーローも結局その自分の取り巻く環境とか社会っていうものを良くしようというか、良くできるものではないってことは分かってるんだけども、それでもその正義のためにちょっと一個行動してみるっていう、あえてちょっとやってみたみたいな、歌ってみたみたいな感じで探偵してみたみたいなのがそのハードボイルドの態度なので、まあ、そこら辺に通じる部分ちょっとあるような気がしますね。そして3つ目がですね、その逃避するっていうパターンで、これが一番ヘミングウェイの独自パターンだと思うんですけども、どこに逃げるかっていうと自然の中に逃げるんですよね。これがまあ具体的にはクロスカントリースノーとか2つの心臓の大きな川、まあ、北方健三さんはこの2つの心臓がめちゃめちゃ好きらしいんですけども、黒いバッタっていうのがね出てくるシーンがあって、そこがすげえいいんだみたいなことをエッセイで語ってましたけども、まあ、この2つとかはその逃避パターンだと思いますね。自然っていうのも、まあ、戦争だったり死とか老い、それから不可避的な別れみたいなものに似てる部分もあって、それは人間がその御すことができない大きな力だってことなんですけども、ただそれらのそのダークなその抗えないものに比べると、まあヘミングウェイのその作品の中ではですけど、その割と秩序だっていて、コミュニケーション可能なものとして描かれてるんですよね。例えばすごくその釣りの描写で、ニックっていうのはその川の流れを読むのがうまかったり、どういう餌を使えばその魚が取れるのかっていうのを熟知していて、あたかもその自然をこうその瞬間だけはコントロールしているようになる、コミュニケーションしている、うまくコミュニケーション取れているように見える、そういう描写もあるわけです。それからもう作品全体のその自然に対するこう親しみとか、こうなんでしょうね、幸福な一体感みたいなトーンも、そのコミュニケーション可能性というか、そういうものをまあ支える、そういう雰囲気になってますよね。なんですけれども、2つの心臓の方でも、まあ、ラストにこう通り抜けられない湿地みたいなのが出てきたりするんですけども、まあ、自分じゃコントロールできない部分もあるよっていうのは、その自然の描写の中にも含まれていて、やはりですね、完全にそのコントロールできるわけではないや、抗えない大きなものであるっていうことが、まあ、ちょっちらっと暗示されてはいるっていうことなんですよね。まあ、ただその、まあ、一時的にその戦争だったり死だったりっていう暗い抗えないものに対してこう背を向けて逃げていく先として、まあ、自然というものがこう何でしょうね、ある種地上の楽園みたいなものとして用意されているっていうのは、ちょっとヘミングウェイの世界の独自の点で、まあ、こっから後のそのハードボイルドとかノワールとかって言われるジャンルではもっと逃げ場がないんですよね。こういう自然とかっていうものがそもそも逃げる先として想定されていない、都市でしか生きられないっていう諦めの中で、戦っていく世界だということが言えると思うので、まあ、まだある種そのヘミングウェイの方が牧歌的なところがあるというか、
まあ、そういう自然っていうですね、よりその大きなものっていうのがこうちょっと救いの余地として残されているっていうところが特徴としてあると思います。まあ、これ読んでても非常に気持ちいいですよね。2つの心臓の大きな川とかこう、まあ、ニックがキャンプを楽しんでる様子とか非常に何でしたっけ、蕎麦粉で作ったパンケーキみたいなのを食べてるんですけど、すごい美味しそうなんですよね、その描写が。そういうのとかもまあ非常にこう楽しい。ゆるキャンとかが好きな人はですね、この短編を読むとすごくいいと思いますね。まあ、まとめるとですね、自然との密接な結びつきっていうのがちょっとハードボイルド作家とは圧倒的な違いになっていると思います。で、全体的にどうしようもないっていう諦めの雰囲気が立ち込めているというのが、まあ、主題的な特徴になっていると思いますね。まあ、先ほども言いましたけども、2番のですね、拒絶する、どうしようもないんだけれども戦うというですね、そこのそのコードヒーローの雰囲気っていうのはノワールだったり、ハードボイルドの主人公に通じるものがあるのかなという気がしています。で、もう一個ちょっとついでに言っておきますと、ハードボイルドっていうのは、まあ、孤独っていうものを描いたジャンルだっていうふうな話を何回もしてきたと思うんですけども、都市における多数派に対する孤独だと思うんですよね。自分がその一人ぼっちで、いっぱい周りに人がいるんだけれども、なぜかその分かってもらえないという、そういう孤独を描いてるんだと思うんですけども、まあ、ヘミングウェイも、まあ、非常にこう孤独な主人公っていうのを描いてるんですけども、描いているのがですね、もっと根本的な人間の世界に対する孤独、そういうものを描いていると思いますね。つまりその、大多数の人間と自分が違うんだってことに対して孤独感を感じているっていうよりは、そもそもなんか人間ってなんか世界に対して非常にこう力のない存在というか、全然そのコントロールできないものが多すぎるよなっていう、そういうことに対する孤独感、まあ、疎外感みたいな、そういうものを描いていて、まあ、その世界観っていうのはダシール・ハメットが持っていた孤独のその独自性というかですね、非常にもっとその人間の根本的な不条理に対する疎外感みたいなものを描いてたと思うんですけども、そこに通じるものがあると思います。ハメットの場合はさらに言えば、まあ、その社会の中で生きてるんだけども、主人公の探偵だけがですね、そのもっと根本的な世界と向き合うことの孤独っていうのに、と、そういうものと繋がっていて、他の人は、そういうことに気づいてくれないっていう、まあ、実はもっとその、複雑で深い孤独っていうのを描いている、そういうふうにも、まあ、読めなくはないかなっていう気がしましたね、今回のそのヘミングウェイを読んでみて。でちょっと時間がなくなってきましたので、ざっくりいきますけど、視点の問題ですね、もう一個。これはですね、氷山理論っていうものと関係があるんですけども、まあ、文学、アメリカ文学入門の方で、ちょっと引用しましたけども、まあ、氷山理論というふうに通称される理論っていうのをヘミングウェイは提唱してまして、要はですね、少ない要素で多くのものを想像させるというような、まあ、文学上の理論だと思ってください。で、この、理論のまあ具体的な方法として、従来はその客観描写ですね、その視点人物の心理描写っていうのを排して、まあ外面描写ですね、その自然の様子だったり、その人がどういう行動をとっているのかっていう、まあ外から見た、外からカメラで見た、描写っていうのに徹していると。それがまあ重要だと言われてきたんですけども、僕が今回もっと重要だなと思ったのは視点人物の使い方ですね。こっちの方がむしろ重要だと思いました。どういう方かというと、そうですね、我らの時代の方は割と視点人物と主人公っていうのは一致している場合が多いんですけども、まあその一人称的というか、男だけの世界になるにつれてもっとちょっとその技術的に洗練されていったのかもわかんないですけども、何らかの危機イコール抗えないもののまあ象徴ですよね。その危機っていうのはそういった危機に直面する人物っていうのがいて、それが事実上の主人公なんだけれども、それを見ているもう一人の人物がむしろ視点人物、語り手ですね、として置かれているっていうパターンが品質するんですよ。例えば僕が好きな5万ドルっていうのも、まあ、トレーナーの男が視点人物で、で、事実上の主人公はそのボクサーである、ローボクサーの方なんですけども、まあ、そっちが語り手じゃないんですよね。そのローボクサーがトレーニングしたり試合したり泣き言を言ったりっていうのを見ている視点人物っていうのがいるわけです。で、そっちがまあその読者との距離としては近いわけですね。で、その事実上の主人公が置かれたその心理的だったり具体的な状況っていうのは視点人物を挟んでいるのでぼかされるんですよね。つまりその人が何を考えているのか、どういう状況なのかっていうのは、まあ、究極的には分かんないので、こうぼかされる効果っていうのがあるんですよね。もっと言うと、その少年を視点に置いた一連の短編っていうのがありまして、インディアンの村もそうだし、僕の父っていう、これはまあジョッキーのお父さん
どうも八百長をしているらしいジョッキーのお父さんっていうのを、まあ、事実上の主人公にして、その息子っていうのをまあ視点に人物にしてるんですけども、だったり10人のインディアンだったりっていう短編はよりぼかし効果が強いんですよね。っていうのはその少年が視点なので、あんまり大人の世界のこと分かってない。それによってこうもっとその何でしょうね、画面にこう霧がかった感じを与えるというか、まあ氷山性をより強めているっていうような効果があると思います。じゃあなんでそういったぼかし効果っていうのを与えているかっていうことなんですけども、まあ、どういう効果があるかというところなんですけども、まあ、一つは主人公の物語 の事実上の主人公の方ですね。オマンドルだったらボクサーの方ですけど、ボクサー まあそのセンチメンタリズムをちょっと冷まして距離を生むっていう効果があるんですよね。で割と今回読んで思ったんですけど、ヘミングウェイ その事実上の物語ですね、事実上の主人公の方の物語っていうのは割と結構ストレートにこうセンチメンタルなところがあるので感傷的なんですよね。なのでそれのちょっとその温度感を冷ましてこう客観視させるみたいな効果もあると思います、視点人物によって。それからまああえて物語の情報を制限することで読者に想像力を喚起させる、でより物語に参加させるっていう、まあそういう基本的な効果もあると思います。で最も重要だなと思ったのが、状況を抽象化することで偶話化する作用があると、これが非常に重要だと思いました。っていうのはですね、その例えばローボクサーの物語に関しても、その状況に意味を与えうる存在として視点人物っていうのを置かれてるんですよね。客観的な描写で描かれてて、視点人物のボクサーが頑張れとか思ったりとか、そのボクサーの物語を過剰に意味化することはしてないんですけども、ただそういう人が見ているよっていう状況を作ることで、読者も何かこうその物語を見ている、ちょっと離れたところから見ているっていうところが強調されるんですよね。それによってまあ、ローボクサーの物語っていうものが持ってる普遍性みたいなものが強められるというか、つまりそのボクサーと同じような境遇にいない人でも、まあそれが一種の何か人生における大きな意味を持ったものとして見えてくるっていう、そういうですね、一般化するような作用っていうのがあるんだと思いますよね。でそれによって逆にそのローボクサーの物語っていうのがこう射程が広がるわけですよね。スポーツをやってる人とかボクシングをやってる人とかでなくても、何かその戦っている姿っていうのが、まあ老いっていうものと戦ってる人間一般の物語に見える、そういう距離を与えるっていう、まあ偶話化する作用っていうのが、まああるんじゃないかなと思いますね。まあその具体的な物語を語っていると同時に、これが何かその抽象的な人生についての物語であるっていう、まあその二重性があるっていうのがこうヘミングウェイの短編の特徴だなっていうふうに思いました。まあ、その上で氷山理論というのは視点人物というものを使って非常に有効に機能していると思いますね。まあ、それから最後なんですけども、実はこの視点人物というのは視点をこう制限する、隠すというためだけに使われているものじゃないんですよね。インディアンの村においてはですね、その少年が最後実は最も見たくないものを見てしまうという描写があったりとかして、ピンポイントに覗き見させる、クローズアップさせるという使い方もしてます、視点人物を使って。それから視点人物と読者には分かっているけれども、作中のですね他の人物には見えていないっていうですね、今度は逆氷山理論みたいなこともしてるんですよね。つまり、読者に情報を宣言するじゃなくて、キャラクターの情報を制限して、読者の方がもっと見えているみたいな、そういう使い方もしているわけです。これはですね、5万ドルっていう、まあこれも何回も5万ドルの話してますけども、まあその実際にボクサーがリング上で戦うシーンがありまして、その中で出てくる描写なんですけども、まあそういえば今回一回も本編を引用してなかったので、ちょっと引用しましょうか。ボクサー2人がリングインするっていうシーンなんですけども、374ページからの引用です。リングに登ったジャックが腰をかがめてロープをくぐろうとすると、ウォルコットが、これ対戦相手ですね、ウォルコットが自分のコーナーからやってきて、ジャックがくぐりやすいようにロープを押さえた。その光景に観客は打たれた。ウォルコットはジャックの肩に手を置いた。二人は束の間そうして立っていた。そうか、そうやって人気者のチャンピオンになろうってわけか、ジャックは言った。そのろくでもない手を俺の肩からどけな。そう熱くなるなって、ウォルコットは言った。観客はまたもしびれた。戦いを後に控えて、この二人はなんと紳士的なんだろう。
あの二人、お互いに相手の幸運を祈っているじゃないか。ということで、まあ、リング上ではですね、二人のボクサーは、そうやって人気取りしようってわけかみたいな感じで挑発し合ってるんですけども、観客からはですね、頑張ってねみたいな感じで言い合ってるように見えるっていうですね、まあ、非常に皮肉な対比が作られていて、向こう側からは、そのリングの実際の風景っていうのは見えてない。氷山のように隠れている。でも読者には見えているっていうですね、まあ、氷山理論の逆みたいなこともやってるんですよね。なので、まあ、この氷山理論というか視点人物をとキャラクターっていうのを使ったその氷山理論の応用っていうのは、まあ、結構実はまだ使われてない可能性がいろいろあるんじゃないかなっていうふうにも感じましたね。まあ、最近はですね、三人称一視点のものっていうのが大衆小説では多いので、あの視点人物っていうものはあんま置かないんですけど、つまりその無色透明な何者でもない視点っていうのが多いんですけど、視点人物っていうのを書くことで、視点人物には見えててキャラクターには見えてないとか、キャラクターには見えてて視点人物には見えてないとか、まあ、そこにさらに読者っていう要素を挟めると、もっといろんなその表現の可能性があるんじゃないかなっていう気もしましたね。ということで、まあ、今回は、ヘミングウェイについていろいろ考えてみました。まあ、ハードボイルド的な絡みではですね、実はそんなに具体的な関係性はないかもしれないですけども、まあ、与えた影響っていう影響力の大きさっていう意味では無視できない作家だと思いますし、まあ、普通にヘミングウェイ単体として読んで面白かったので、特にまあ5万ドル、殺し屋、それから兵士の故郷ですね、この3つの短編はぜひ読んでみてほしいなと思いました。それでは、今回はこの辺りにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。